皆さん、こんにちは。レイアウト、構図、担当講師の斉藤拓也です。これから皆さんに、講義を通して、構図の面白さや、それをどうやって自分のイラストに取り入れていけばいいのか、技術的なこと、精神的なことを通して、皆さんのイラストを構成する力、すなわち、レイアウト力と構図力を上げていってもらえたらと思います。この授業を通して、一人でも多くの方が、レイアウト、 構図の面白さに気づいてもらえたら嬉しいです。授業に入る前に、まずは自己紹介をさせてください。改めまして、アニメーターの斉藤拓也です。1985年、茨城県生まれ、美術系高等学校を得て、2007年、プロダクション IG に動画マンとしてアニメーターとしてのキャリアをスタートさせます。2012年、4月よりフリーとして独立。 主なクライアントは、東映アニメーションさんはじめ、様々なスタジオで活動して参りました。2019年からは講師業も始めまして、専門学校などで、国外留学生や国内の方たちへの授業を行うようにもなりました。参加作品は記載の通りです。続いて、なぜ自分がレイアウト、構図講座を担当するのかについてお伝えさせてください。アニメーターって、絵を動かす仕事じゃないのと思った方もいるかもしれません。 実は、アニメーターは絵を描くだけじゃないんです。キャラクターを動かすために、タイミングをつけたり、演出家の要望に応えるために、背景を含めた絵を描いたり、カメラマークをつけたりする仕事でもあって、絵描きでもあり、役所でもあり、カメラマンと言われたりすることもあります。そのため、絵を動かすだけではなく、見せ方を考え、調整していく工程がとても大切です。そのための知識や技術がとても試されるお仕事でもあります。 その仕事で必要になるのが今回の授業で学んでいくレイアウト構図です。これまで様々な作品やプロジェクトに関わってきた自分だからこそお伝えできるレイアウト構図についての知識や技術を皆さんのお役に立つ形でお伝えいたします。どうぞよろしくお願いします。続きまして、こちらが講義全体の目次になります。第1章ではガイダンスと構造を学ぶ目的についてお伝えします。 第2章、第3章では構図の学び方を。第4章、第5章では基本的な構図の説明を。そして第6章から第9章では構図の使い方を。第10章ではフレームに合わせてトリミングする引き算の感覚を。そして第11章では実際に世に出ている作品をもとにプロの構図の使い方をお伝えいたします。最後の12章では構図を学ぶにあたって、 日常の意識の方法をインプットとアウトプットに分けてお伝えします。それでは準備はよろしいでしょうか。第1章、レイアウト、構図を始めます。第1章の講義では3つのステップでレイアウトと構図をお伝えします。ステップ1、レイアウト、構図とは。ステップ2、レイアウト、構図の効果。ステップ3、 レイアウトと構図を使ってみよう。まあ、以上の3つですね。こちらの流れに従ってお伝えします。そして、今回第1章の授業のゴール設定です。各章ごとにゴールを設定して、授業の理解に役立てていただければと思います。今回第1章のゴールは、レイアウトと構図を理解しようですね。1つ目は、レイアウトと構図の違いを知ること。 二つ目は、レイアウト、構図は何のためにあるのか理解すること。そもそもレイアウト、構図とは何か、この第一章を通して一緒に考えていきましょう。ステップ1、レイアウト、構図とは。まずは、レイアウトと構図という言葉の意味を辞書から引用していこうと思います。レイアウトは、読み上げますと、印刷で紙面の仕上がりの形を考えて、文字、 写真などを所定の範囲内に効果的に配置すること。また、その割り付け。そして構図は、絵画、写真などで仕上がりの効果を配慮した画面の構成とあります。いかがでしょうかレイアウトとは配置すること。構図とは画面の構成ということはわかりましたが、辞書の言葉だけでは、 少し硬いので難しく感じる方もいるのではないでしょうか。そのため、私のこの講義におけるレイアウト、構図の意味をこちらのように定義してみました。構図とは伝えたいことを伝えるために見せ方を考えてフレームに収めること。そしてレイアウトとはその伝えたいことが最大限伝わるように画面の中の要素を配置すること。 ということですね。レイアウトも構図も伝えたいことを伝えるためのツールであるということが非常に大事なポイントとなります。言い換えますと、構図とは伝えたいことを伝えるために何が一番適しているかということを考えて選択すること。レイアウトは絵を見た人に伝えたいことをより伝えるために絵の中の人物や背景などの配置にも気を配り配慮することですね。 それを踏まえまして、レイアウトと構図はどんな力なのかというと、構図とは選択する力、レイアウトとは配慮する力とも言えるでしょう。具体的にレイアウトと構図について例を挙げてみましょう。ここに一つの構図の例があります。構図とは伝えたいことを伝えるために見せ方を考えてフレームに収めることとお伝えしました。実際にこの絵でも フレームの中に被写体が収められています。丸、三角、四角の記号ですね。ただ、これでは見せたいものがわからないため、伝えたい主役の形が伝わる構図になっていません。何がしたいのかわかりづらいレイアウト構図になっています。そこで、この図の中の要素の配置を調整してみました。先ほどの図からその配置が変わったのがわかりますでしょうか 形の響き合いを伝えるためにバランスや大きさを意識して画面の中の配置を調整すること。これがレイアウトです。伝えたい形。この場合は丸ですね。右下の丸です。先ほどの構図と比べて伝わりやすくなったのがわかりますでしょうかここではフレームに対しての意識がどれだけ持てるかが問われています。どうしたら見せたいものを見せられるのか伝えられるのか 大切なことは、レイアウト、構図とは、目的ではなく、伝えたいものを伝えるツールだということです。そうなんです。あくまでも、レイアウトと構図は手段なんです。伝えたいものを伝えるために、どういう適切な構図を選ぶか、レイアウトにするのか、そこにセオリーはありますが、万人にとっての正解があるわけではありません。 皆さん、一人一人の伝えたい感情やイメージなどの目的によって常に変化します。レイアウトと構図を学ぶと伝えたいものを伝えやすくなる。いかがでしょうかこの一点をゴールに授業を進めていきます。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ステップ2レイアウト構図の効果ステップ1ではですね、レイアウト 構図は伝えたいものを伝えるツールというお話をしました。ここからはレイアウト構図の効果について具体的な例を使って説明します。まあ、ここで突然ですがクイズです。こちら画面にある2つの図。どちらが街の様子を表しているでしょうか。構図は伝えたいものを伝えるツールです。良し悪しがあるわけではありません。 まずは伝えたいものが伝わっているかということが問われます。ここはですね、街を伝えるにはどちらの方が適しているかということを皆さんにも一緒に考えていただきたいと思います。正解はですね、こちらです。まあ、正解というよりも、こちらの方が適していると僕は解釈しているということですね。こちらの方がいいと思う理由は、全体の街が。 フレームの中に収まっているということです。右の図も悪くはないのですけれども、右の図は街が少ししか写っていない。ただし、タワーをメインにするという時には、右の構図の方が適しています。全体を映すという点において、こちらの絵の方がふさわしいかと思います。次のイラストはこちらです。何やら悲しげなキャラクターがいますね。左は引いた絵。 右は寄った絵。どちらの絵の方が感情移入するでしょうか少しの間考えてみてください。はい。皆さんいかがでしょうか私はこちらの絵の方が適していると考えます。絵そのものはどちらも同じものなのに構図によって意味が変わるということが伝わるでしょうか左のイラストは悲しい雰囲気や キャラクターの全身の様子を表すのに適していますね。悲しい空気感のようなものも伝わってきます。そして右の絵は体の情報がない代わりに、そのキャラクターの感情そのものに寄り添っています。寄ることでキャラクターに感情移入することができる。そのことがこの比較でお伝えしたいことでした。そして最後にこちらです。どちらが動きがあるように見えるか、 左のまっすぐに立っている絵か、右の斜めに配置した絵か、どちらも絵自体は同じポーズなのですけれども、どちらの方が動きがあるように見えるでしょうかこれだと少しわかりにくいと思いますので、背景に要素を足してみました。こちらだといかがでしょうか左はまっすぐな線、右は曲線。そうです。 こうなると、右の方がより動きがあるような絵に見えるかと思います。曲線の持つまっすぐなイメージ、曲線の持つカーブの動きのイメージがそうさせている。背景のカーブの構図が動きを強めている印象になるかと思います。同じ絵でも構図や何を配置するかで印象や意味が変わってくるということです。ポイントをまとめますと、伝えたいことが伝わるかどうかは、 描写だけではなく、レイアウト構図が大きく関わってくるということです。イラストの構成をどうやってしていくか、それを助けてくれるために、とても便利なものがレイアウト構図になります。描写だけではなく、あくまで伝えたいことを伝えるために、それらの技術があります。そちらの考え方を、この全12回の授業でお伝えしていきます。 以上がステップ2のまとめになります。続いてステップ3に移りましょう。ステップ3、レイアウト、構図を使ってみよう。ここからは実演ですね。レイアウト、構図を使ってみて、実際に使ってみることで、レイアウトの力、構図の力を実際に体感して感じていただければと思います。さて、ここで問題です。朝食プレートを美味しく見せるには、 どちらの構図が好ましいでしょうか左は座っているところから撮ったような、ちょっと斜めに見えるような絵。右は真上から撮った絵ですね。どちらの方が好ましいのかこれも正解不正解があるわけではありませんが、その描いた本人が受け手にどういう印象を伝えたいか次第で、どちらの構図が適切かは変わります。今回はこちら、真上からの構図を選択しました。 意図としましては、朝食プレート全体を見せるために、真上から見せることでプレート全体の様子が偏ることなく、バランスよく伝わります。机の上でどういう配置になっているかも一目瞭然ですね。そしてもう一つのこちらの構図。前の構図よりも寄った絵になります。こちらも絵としてはありなのですが、お皿があまり見えません。 さらに、トーストとレタス以外のおかずも見えなくなっています。代わりに、トーストの美味しさだったり、レタスの新鮮さみたいなものは伝わりそうな構図になっています。以上のことを踏まえて、構図を選択するというものは、伝えたいことに応じて選択されるものであるということがお伝えできたかと思います。さらに続きまして、次はレイアウトですね。レイアウトを知るためにも、 ワークとして朝食プレートを作ってみたいと思います。朝食プレートといきなり言われてもちょっと戸惑ってしまうかもしれませんが、実演も含めて詳しく見ていきましょう。こちらに朝食プレートがありますね。お皿には何も載っていません。上から書く、上から取るということだけは決めてありますが、こちらにどうやって盛り付けをするということは皆さん一緒に考えてみてください。 そのことを考えることが、レイアウトの感覚を養うということにつながります。ぜひ皆さんも紙やタブレットを使ってトライしてみてください。ここでのポイントは、正解はない、自由に配置してみようということですね。見せたい人が見てくれる方に何を伝えたいのか、どういう朝食プレートを見せたいのか、ということで、まずは自由に配置してみてください。 繰り返しますが、正解はありません。その上で意図を持って配置するということができればよりベターですね。それでは、ここからは実演に入ります。朝食プレートを美味しく見せようということで、えー、まずはどう見せたいかですね。ここでは真上から書くという構図は決まりました。構図は絵の味を決めるものです。どうやって切り取るとその味が一番伝わるかということを踏まえて、 まずはですね、真上から書くという構図を選択しました。まあ、そして、今回の実演では、レイアウトについてお伝えします。構図からレイアウトへ。まあ、ということで、まあ、早速始めていきたいと思います。まずは食パンですね。このトースト、バターが乗ったトーストをどこに配置するかということを決めていこうと思います。まあ、今回はですね、左下に配置しました。まあ、こちらのトーストが まあ今回のプレートのメインとなる主役かと思います。まあそれに引き立たせるように、まあ他の具材もですね、こうやって、まあ時には少し回転させたりしながら、まあ自分が心地いい場所はどこかということを感じながらですね、こうレイアウトをしていきます。まあ具材を配置していくということですね。まあこうやって、まあトマト、レタスと配置して、まあ次は卵ですね。 まあデジタルなので、まあ、こうやって配置することもとても簡単ですね。まあ、こうやってデジタルの利点を活かしながら、さらにまあソーセージを、まあ、こうやってですね、まあ、どこが一番引き立つかということを感じながら配置していきます。大きいもの、小さいもの、中くらいのものということをですね、こう響き合わせて配置するということなんですけれども、 さらにですね、このフォークですね、具材ではないんですけれども、具材もちょっとサイズを変えながら、まあ、どこが一番見栄えが良くなるのかということを考えて、こうやって配置していきます。まあ、今回はお皿に乗っけるよりもですね、右側にちょっとこうやって、ちょっと大きくして添えておくということを選択しました。まあ、こうすることでですね、まあ、朝食プレートの具材を邪魔しないように右側に配置しました。 まあそしてさらに、こうやってトマトも、えー、配置してですね、まあ、トマトも複製したりしながら、まあ、ちょっと隙間が寂しいので、トーストも拡大しておいていきます。まあ、こうやって大体のですね、レイアウトが決まった後は、もう調整ですね。こうやって回転させたり、時には複製して隙間を埋めたりしながらですね、どん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 、まあ、レイアウトを調整していきます。まあ、目的はですね、 どうすれば、この朝食プレートが美味しく見えるのか、ということなので、えー、美味しく見えるように、まあ、少しでもですね、ちょっと寂しくならない印象になるように、まあ、このようにどんどん配置していっています。まあ、大体ですね、えー、レイアウトが決まりましたら、こうやった後は、余計な線を最後消して、これ仕上げですね。 そしてこちら、完成のプレートになりますと。まあ、構図からレイアウトへということで、今回の実演ではですね、レイアウトとして、朝食プレートを例にお伝えしたんですけれども、レイアウトとは、切り取った構図の中に、どんな要素を、どんな大きさで、どんな配置で盛り付けていくかということを考えることということをお伝えしました。 ぜひですね、このように盛り付けするというイメージで、レイアウトという配置する行為をぜひぜひ皆さんも楽しんでみてください。それでは以上で実演を終わりにしたいと思います。こちらが完成したイラストです。より完成したイメージとして美味しさを伝えるために、まあ、色も簡単に着色してみました。繰り返しになりますが、正解はありません。どんなレイアウトも丸です。 私も配色は自信がないのですが、それもまた丸です。ただ、もっとこうすれば伝わるかもしれないというアイディアやチャレンジ、トライは忘れずに、自分自身の目的のために試行錯誤し続けてほしいと思います。ポイントは、構図は絵の味、レイアウトは盛り付け。レイアウト構図で美味しさを伝えようということですね。どうやって切り取るとその味が一度伝わるのか。 どんな要素を、どんな大きさで、どんな配置で盛り付けていくのか。この二つの視点から美味しさの見せ方を皆さんのやり方で見つけていただければ嬉しいです。以上がステップ3のまとめになります。最後に、第一章、レイアウト構図とは、のまとめに入ります。レイアウト構図とは、伝えたいことを伝えるツール。ということで、ポイントは三つあります。 レイアウト、構図とはメッセージを伝えるための土台。レイアウト、構図とはアイディアの表現を助けてくれるもの。そして三つ目は構図は絵の味、レイアウトは盛り付けということが今回のまとめになります。レイアウト、構図とは伝えたいことを伝えるツール、そしてメッセージを伝えるための土台ですね。その土台はアイディアの表現を助けてくれます。構図は絵の味を決めるもの。 そして、レイアウトは盛り付けるように、丁寧に相手に届けること。伝えたいことを伝えるツールである、レイアウト構図と12回の授業を通して仲良くなっていきましょう。ということで、以上で第一章を終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか次回からは単純化ですね。レイアウト構図の学び方として、単純化のやり方、 使い方をお伝えします。この単純化を使うことで、レイアウト構図の学びがぐっとやりやすくなりますので、ぜひとも覚えていただければと思います。それでは、第一章お疲れ様でした。次回もお楽しみに。